どうも皆さん、お疲れ様です。今回はこの子ですね。この子ウェットシェルターの最近上にずっといるんですけど、これどっから入ってんのかなと思ったらようやく分かりました。よく見ててください。これここです。ここから登って入っていったんですね。これ初めて見ましたね。これはまさかここから入ってるとはですね。上には砂場のタッパがあるから、上から入るんだったらちょっとこうタッパがずれるんですけど、ずれてなかったんで、どっから入ってんのかなってずっと気になってたんですよね。そしたらまさかこの隙間からこんな感じで入ってると思わなかったですね。これはちょっとびっくりですね。そして顔だけ出してこっち見てますね。これまさかのまさかです。本当にずっとこっち見てますね。餌でも欲しいんでしょうか。これというよりこれバレたって感じなんですかね。これここからだとは本当に思わなかったですね。なんでウェットシェルターの上なんですかね。やっぱ気持ちいいのかな。ちょっと水は入ってるんですけど、なんだろう、気持ちいいのかな。やっぱりちょっとドアップしてみますね。これこんな感じですね。がっつり見てますね、こっちを。これはどういう表情なんでしょうか。何を見てるんでしょうか。これはまあ今回はこの子がどうやってウェットシェルターの上に登ったかっていうのがちょっと取れたんで、謎が解決しました。皆様ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。